超借金大国日本無責任な政治家や国民だらけの日本そしてリーダー不在の日本あなたは今の日本を危ないと感じたことはありませんか日本を再興しようチーム日本と共にこの日本を変える主役はあなたです チーム日本キャプテンの田中康雄が多彩なゲストとともに希望ある明日の日本最高へのシーズをプレゼントこの種を育むのはあなた「チーム日本プレゼンツ日本最高」こんばんはキャプテン田中康雄です経済的自由と社会的公正を同時に達成し混迷する日本に再びダイナミズム躍動感を取り戻そう。 このチーム日本,プレゼンツ日本最高へのシーズンのコーナーでありますが冒頭は借金時計です1週間になんと1兆2000億円近くも借金が増え続けている日本この借金によってより良いアウトカムが成果がもたらされるのならば良いのですが相変わらずこれは地下水のようにですねそれも美味しい地下水ではなくてですね、えー、何かですね汚染物質があるようなお,かお金になってって点ではなかろうかという気がいたします。 今日の日本最高へのシーズは、えー、民主党の劉広富さんにお越しをいただきました。よろしくお願いいたまし,いします。え皆様ご存知のように劉さんは民主党の副幹事長、はい、そして、えー、神奈川県連の会長、えー、神奈川県全体の責任者ということであります。そ,すね、そしてまた、えー、劉さんは国会議員になられる前はテレビ朝日で、はい、え政治の担当の記者として活躍をされておられました。えー、まあ、えー、今日は。 10, えー、10日火曜日の夕刻に収録をさせていただいておりますが、まあえー、ご存知のように先週からでさまざまな問題が起きております実はこの BS11 の役員であります二月宏隆さんがお書きになっている文章によるとですね、えー、検察は西松建設関連の捜査でとんでもない失敗をしていると。 先月2月24日、長野県知事のあ私ががになったところでございますが <laughs>、えー、長野県知事の村井仁氏の元秘書である右近健一同県三次もともと議員の秘書を二十数年やってた方ですね、えー、この人が自殺をしたと、検察からすれば地方自治体の首長を追及しようとしていたにもかかわらず、そうだったんですね、ね関係者に自殺されたことは大ペナルティーだと、そこで別のところで失地回復する必要があった。 で、えー、検察特捜部からすると現場検事の移動が3月末に迫っているああ人事異動ですねすると3月末までにこの事件の大部分を終わらせるためこれ以上、新たな手を広げることはできない簡単な話でこうなると検察は小沢一本で行くしかないということで上がってきたのが民主党代表の野地一郎氏だったというふうに、まあえー、ジャーナリストであるです、ね、二月弘隆さんは分析をしてますが。うん まあね、あの一つの見方なんでしょうけど私もあのただ一つ思ったのは記者やってましたんでね、うん、まあこの点の,あの政治家の、うん、やはり政治と金の問題めぐって、うん、通常だったらいきなり逮捕というんじゃなくてやっぱり事情聴取をね,普通,ね普通事情聴取ですよねだからそういうえっていう強制操作、ね、そうなんですよね。 これは焦りだったんですねそれはね,ね私も分からないですけどやっぱりちょっとそういう意味では不自然だなとういうことは感じました、ねでまあで不自然であることがその後続いて実はあの官房副長官をやってる、はい、ウルマイワオさん、うん、私も知事時代に警察庁長官だったので、えー、お目にかかったことがでありますけれどもこの方がその自由民主党には捜査は及ばないというふうに記者コン オフレコ婚ということだったみたいですけどね、まあ、皆さんもですねこの番組をご覧の方はご存知でしょうが、劉、まあ、さん、記者でもあらえたので、<れ>その記者婚というのは通常、どういう形で今がどういうふうにあの行われているか、あのちょっと私の時代と違うかもしれませんが、例えば当時でいうと、ですねあの官房長官、あの1日2回記者会見ありますね。うんはい そうすると、当時はその夕方、記者会見が終わった後に、各社、担当記者が長官の部屋で懇談をするんですよ、いろんなやり取りをね、記者会見で詰めきれなかった点であるとか、あるいはもっとそこから、さらに少しそれは映像を撮ったりはしないわけだから、お互いリラックスして逆に言うと、会見では言えないけれども、もう少し踏み込んで。 そうすると確定事項じゃないけど、多分こういうふうな ING になっていくよとか、そうです、そうです、近未来予測的な話そうそう、えー、だからまあ逆に言うと、記者会見の公式コメントだけじゃなくて、うん、やはりそこから記者の立場で言えばですよ、うん、少し踏み込んで、うん、ま,あまさに、えー、どういうふうに流れていくのか、今の ING ですね、うんうん、でそれはあのルールがあって、政府首脳として書くんです、はい、官房長官の場合は。ほうほうそれで 今回のウルマさんのように、副長官も懇談やるわけですよ、定期的に。はいはい、それはですね、まあ、今、政府高官という言い方をしてますけど、うん、まあ当時は政府筋、よくそういう原稿あったと思うんですね、<laughs> まあ国民の皆さんからすれば、うん、まあもう分かってる方は分かってますよね、政府首脳といえば。これあの 確か、福田長官の時にときに、閣議の<あ>核をさんが官房長官、あの時にですねやはりこの政府・首脳の発言として、そうです、あのとはね、実は私も報じる側だったんです、官邸担当してて、これが大きな問題になって、その後、政府・首脳婚というのがなくなったんですね。うん だあの時もすごく奇妙で、うん、確か福田康夫さんが言ったんだろうと多くの人が思ってたと、うん、ところが福田さんは会見でもそういう政府高官の発言はないと言って一人二役をやったという,な,いとそうなんです 笑い話にはとてもならないようなことがありましたあだからあの昔、村山内閣のこ、うん、あに、五十嵐さんという方が官房長官やってた時に、私、ちょっと何の原稿だったか忘れたんですけどね、一度、記者会見で、あの自らが政府首脳は私ですということを明らかにした上で、いろいろと話したことがあったんですね、だから変な原稿ですよね、官房長官は政府首脳が自らであることを明らかにした上で、こう述べたと。 いうようよな原稿を書いたことがありますね、うん、一度、うんでまあ、今回の場合にはです、ね、うん、先週の確か木曜日かな、ですねうん、にその政府高官が、うんえー、自民党には及ばないと、うん、あとあの時には確かそのいや領収書がやり取りしたとか、うん、その程度の物証では、これはまあ、犯罪として成立しないんじゃないかとかいうようなことまで言ったかなり踏み込んでますよね。 でこれはまあ最初は共同通信が流したとは言ってますが、他社も新聞もテレビ局も、はいはい、みんな同じほぼ内容を書いてますねそうです、ね、あのもちろんメモを取れませんから、うん、記憶をたどってです、ね、メモは取れないんだ、やっぱり、ええ、テープレコーダー、まあそれはやっぱりやらないというのがね、だから、ああのフレコ懇談のまあ実態なんですね、だから、自民党という言葉全部出てるんですね、及ばないというような。そうですよね、はい ところがずっとその政府高官に「うこれはあまりに重要な発言だから名前を出しましていいですか?」と言ったら「嫌だ嫌だ」と言われたと、うん、でこの朝日新聞あたりは「民主党は岩尾副長官を発言の主だと思って追及すると言っていて、うんうん、党の私どもは名前を出していいかと聞いたけれども、うん、嫌だというので。うん 政府交換ですって言ってて言るこれもまた奇妙な記だからやっぱりこういうところがね、もうわれわれ、本当に仮に私たちがね、政権取ったときには、やはり官邸というのは、基本的にはオ礼子ですよね、もちろんあの、だのだからあのもちろん、一対一で取材をして、これは例えば、そのままあなたの名前では書かないから、事実関係教えてくれとか、そういう取材はあっていいと思うんですよ、でもマスコミ各社が入ってるわけですよ。だったらそれは もしかも、公人中の公人ですから、ことによってはね、しっかりとやっぱりこれは明らかにするというだって極論すれば、日本は実は原爆を持ってますって政府高官が言ったときにも、名前を書かないでそれを報ずるのかって話になっちゃいますが、それに対してですね、昨日う9日の日に、参議院の予算委員会で、このもう鶴間岩尾官房副長官が参考人として出席をして、政府さんですか。った どうも不思議なのは結果としてそういう発言はしたことがないという私の記憶になったっていう。まあでもこの記憶にないなんて久しぶりに聞きますよね。本当ですね私はやってましたけどね。えー、ただそれありえないですよ。ありえませんよね。もうだからあのまあ我々の参議院で、うん、参議院会でもあのそこあたり正したんでしょうけど、うん、やはりじゃあ記者がね全社参加しててじゃあ全社の記者がみんな間違ってたのかということになりますよ。 いいやそういうこ要するにすなわちだって10何人20人近くの人が20人くらいの人が「いやー飛行機が飛んでると、えー、でっかい飛行機が飛んでる」ったのにこの人は「いや UFO だよ」って言ったんだけど、うん、私が UFO っつったか飛行機っつったかも、うん、もはやわからないっつってるような話なんでだからあ,のある意味ではですね、うん、このウルマさんというのは正直に言ってしまったんでしょうね、うん、人がいいのかもしれないですよ、うん、でもやはり言ったことがやはりこれ非常に 今今回この,今の、ね、まあ人がいいというよりも、本人の真相心理でしてやったりと、うん、いるかもしれませんしね。っていう感じだ,とった、ね、だから、やはりそのことをね、やっぱり責任持ってもらわないと、うん、もう官房副長官というのは、本当に霞が関をすべて束ねてる、このトップですからね、うん、ねある意味じゃ、今の官僚主義の中では、総理と同じぐらいの絶大な私、うんはい、ある意味、力を持ってる人だと思いますよね。うんはい ただまあ、えー、このこの問題これで解決したって話にはならないと思います。逆に言えば日本のメディアというのが。 内内閣とのの取り決めってこれ内輪の論理ですよね、うん、すす読者や視聴者がいて国民がいるんであれば、うん、国民の側に立つ人は国民との間でどうなのかなのに、はいまだにそのオンレコーフレコーっていうのは、まあ、私も脱記者クラブ宣言というのを知事時代にしてです、ね、逆にえらいしっぺ返しを食らった覚えがありますけどもこれはやはりあの新しい世代の意識で,です、ね、政治も変わっていかないといけない,いや本当に変えていいいかななけければいけない部分ですよね。うんうん ところでい、いずれにしても小沢一郎代表の,です、ね、あの公設秘書はすでに逮捕されたわけです。はい でこの問題に関しては、まあ、先週末からいろんな世論調査が出てきて小沢一郎代表は辞任すべきではないかいやそうではないという人が、まあ、2対1くらいの割合になったりしてますね、まあ、他方で、えー、共同通信あたりの調査では4割近い人が検察批判というところも確かに今回の検察の動きに関しては理解できるという言い方もしてますが、まあ、実際にあの副幹事長も務めの劉さんとしてですねこの問題 そうですあの私は、ね、もうあの、これはっきり地元の皆さん方にもあるいはあの街頭演説で申し上げているのは、はい、一つはです、ね、本当にこの事実がどうなのかということは私は分かりません、はい、ただあの、もちろん政治と金ということについては皆さん厳しいんで、はい、当然そういったことが秘書が逮捕されるということで、こう、はいう民主党、何をやってるんだというお叱りも、はい、あるいは期待をしてただけに、はいまあ、そういう心配もあると思います。はい、そこはまあ率直にあのちょうど 今日代表もあの記者会見で謝罪されたわけですけれども、そこはわれわれ、本当にきちっとお詫びもしないといけない、ただ、冷静になって考えなければいけないのは、やはりわれわれが選んだ代表ですよね。ですから、ね、民主党の中で手続きを踏んで選んだ代表、うん、です。から この事実関係が、代表自身がこれが最終的に確定をした時点で、その進退について聞かれても、そこは自分で判断をするということをおっしゃってるわけですから、私たちはね、それを例えば、小沢さんやめろとか、あるいはもう辞任すべきだとか、少なくともそういう党内構想的なことをやって、またバラバラだとか、何をやってるんだとか、そういうふうなことになることは絶対にあっちゃいけないと思ってますね。 まあ、あの田中康夫がです、ねうん、何か発言するとお前は小沢一郎のもともと何かの古文みたいなもんだろうみたいな言い方をする人ながでますけどやっぱりこれは私たちはその法,、うん、法治国家に生きてるんですからすまさに容疑者というのもこれからです、ね、起訴されるのかされないのか。あるいは 仮に起訴されたとしても、それを三権分立の中で,ですね裁判所というものがどう判断していくのかなのに、やはり今回、改めて感じたのは、どうしてもえ私たち視聴者や読者も、あるいは報ずる側も、逮捕イコール、グレーどころか黒というふうに見がちな形がですね。うん、起訴されればね、またさらにそれが黒、うんで,ね、でも起訴の段階が、事実が明らかになる段階とはまたこれ、違うわけですもんね。うん でまあこれは逆に言えば、公人の人が名前を出したくないというと、公官と言い続ける一方で、ごく普通の方が、例えばですねふとした過ちで,ですね犯罪に巻き込まれても、名前は最初から出てっちゃうというところもありますが、あ今あ、劉さんは、の皆の選挙で手続きを踏んで、生まれた代表であると、そしてその代表がそういうふうに発言をしていると。 でただ、なかなかそうじゃないご意見というのもあるわけですいやあの、これはですね、うん、まあ個々をどういう思いをね、みんなが持ってるのかっていうことは、私もすべてを承知してるわけじゃないんですが、ただ、ずいぶん今回、冷静ですよ、うんあの、やはりそれはかつてメール問題の時きの、い、うん、ったごたごたや、うん、あるいはあの年金未納問題等々ありましたね、だからそういう中でやっぱり成長してきてるんだと思うんですよ、あの組織として、そういう自覚が、うんうん、そこは、ね、やはりあの私はねやり私民主党が。 まあ、まさにその非常に成熟してきたなという感覚ありますね。だからそこはですねあのひいき目ではなくて例えば自由民主党の方々は麻生さんが選ばれる前後の頃から、うん、自民党の危機です自民党の危機ですって女性の候補も含めて言ったんですよ、うん、でも我々一般日本を愛して暮らしてる人からすれば日本がどうなっちゃうんだっていうことですよね。うんうん 極論すれば自民党が民主党が、あるいはまあ私のような新党日本がどうなったっていいとも言えるわけですよ、日本の社会をよりよくしてくれるのか、なのに、この間の小泉さんも自民党の将来をみんなが心配してるって、すごい内向き、そ,うですね、その意味でいうと、今回の民主党の方々のまあいろんなご意見はあるにしても、そこは少し違うなあの一つはね、あのやはりあのよくマスコミの方から取材を受けるときに、選挙についてどうですかと、影響はと。 まあそれはあの当然そういう関心を持たれるのは分かるんですよ、ただ私も候補者の一人で、次、やっぱり自分が勝たなければ政権交代できないと、そしたら選挙のことを確かに考えれば、今、選挙あったら、それはこういうことが起きれば、マイナスでしょう、でも、それはやっぱりどういう状況でも、一人一人がやっぱり勝ち上がっていって、われわれはもうその民主党以前にね、これ国民の皆さんの代表として、日本を変えていこうという思いで、みんなが。 ね、やってる話ですから、そういうことでね、うおさをするっていうのは、ちょっと私は、まさに今、自民党がね、うん、麻生さんが人気がないから、どうだとか。うんうんうん ちょっと誤差をしている人たちいますけど、うん、そういう問題じゃないですよ、ね、そうですね、麻生さんと一緒のポスターでは嫌だって言ってる人と同じような具合になってしまうんでおかしいんで、うんんでね、手続きを重んずる民主党からすれば、逆に言えば自発的になどというんではなくて、うん、じゃあ、自分たちが肝を持ってです、ね、一人一票でもう一回どうすんのか、普通、どんな会社で、仮に経営者が変わるクーデターであったとしても、手続きは踏みますよね。だからまあ本当に一つの、ねうん、まあこういった 法にしっかりとのっとってやってても、まあ、今、だんだんグレーと言われるようなことに対して、非常に国民の目が厳しいと、だからそういった形で政治とお金というもの、政治やっぱりお金はね、どうしてもかかります、ただそのかかるものをどうやって集めて、どういうふうにすればいいのか、じゃあ、もっと透明性が必要なのか、むしろそういうことをね、やっぱり有権者の皆さんと議論していきながら、またご理解も得ると。 と同時にやはり多くの方々がですねその小沢さんが好きか嫌いかとかうん、うん、民主党が自民党がどっちが好きか嫌いかとかじゃなくてやっぱ今の日本を チェンジっていうお題目だけじゃなくて本当にスイッチを入れて変えていかないといけないと思ってらっしゃるその装置として一つの良い意味での手段として政権交代っておっしゃってた人たちがいてそれが今回の場合でもまあ今後自由民主党の側がどういうですねさまざまなことが二階としろさんも含めてメディアでも報じられてますがそれでまたみんなの気持ちが変わるというよりもやはり 対局とかではなくてです、ね、日本を変える意味で今どういう選択をするのかもしかすると日本が永遠に変わらないような選択につながることかどうかは冷静に踏みとどまって考えなきゃというのが私はこれがその3割以上もの方がです、ね、そのこれだけインフルエンザの状態の中で見えてる、うん、それはお谷一郎を支持します支持しないじゃなくて。うんうんうん という気はしますね。ありますね。そこはあの本当だったら、あのもちろん説明責任はあの時点ではその後いろんなことが一方的に出てきましたから、それはまだ足りないということで。ま、今日また記者会見も小沢代表もやったと思うんですね。ただ、そのじゃあその普通だったら7割ぐらいの方が小沢さんも。 答えすべきだとな、うん、なってもいいような状況ですよね、うん、でもやっぱり冷静に見ておられる方もたくさんおられるんだなということは思いますね,、うん、ね一方で、うん。ですからまあ御大事ではなくて、うん、日本を変える。 ためにどうするのかと、ね、いうところがあると思いますけれども、まああのー、同時にその、まあ、これから神奈川県という、はい、そのある意味では非常にこう不動票、無党派時事通信の調査等ではこの問題が起きる前から特定の支持政党ないという方が5割を今でも超えていると、はい、でこの中でやっぱ皆さんに投票所にどこの,どの候補者どの政党名を比例で書くではなくて、うん、選挙に行っていただく という基本はとても大事なこと、ね、ですね。やはりあのそういう無党派の人たちは、私はもう常に思ってるんですが、はい、あの決して無関心じゃないです。ですね、極めて関心高いです。うん、だから、やっぱりこれが何を政権交代してやるのかということを。うん、我々も一人一人の候補者がしっかり伝えていくことで、うん、そういう選択なのか。というものをやっぱり分かりやすく伝えて、足を運んでもらえるような。うん、やはりその役割をね。うん やっぱり一人一人が果たさなきゃいけないですよね。うん、まあ、あの、劉さんの、あの、活動してらっしゃるところに、私の友人も何人かいてですね。そういう地に、に足をついた。 まさにその個人や地域の希望を実現する今までは往々にして既存政党というのはあの企業や組合の都合を死守するという形だったんですけどもその意味でいうとです、ね、これは与野党を超えてやはりそうした個人や地域に立脚をした政治を実現しよう、まあ、あの本日はですねさまざまな問題現在永田町で起きてはいるかもしれませんがそれをただ単に火事場として見るのではなくです、ね、私たち一人一人 が主体的にこのチーム日本プレゼンスの日本最高のテーマでもありますが。この中で皆がですね、社会的公正と経済的自由を。どう取り戻して躍動感なる日本にするのか、えー。今日の日本最高へのシーズン。ええー、さんを迎えてですね。皆さんにもさまざまなヒントが与えられたかと思います。本当にお忙しい中を今日はう。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、よろしくお願いいたします。脱しがらみ、脱なれあいです。 日本最高へのシーズン引き続きキャプテン田中康夫です3月の5日の木曜日参議院の予算委員会において30分余り私は質疑に立ちました後半取り上げたのは地方公務員の問題に関してです皆さん地方公務員国家公務員はマスメディアでもあまりにひどすぎるなどと言われておりますが皆さんの周りでも実は何で地方公務員のこと取り上げないのかなと思ってらっしゃる方が多いのではないでしょうか 確かに公務員天国。なんと国家公務員のですね行政職の平均年間給与は635万6千円と言われています。これに対してですね地方公務員の一般行政職は651万5千円。これはいずれも時間外等の残業手当等の諸手当を含んでいない金額です。そしてこうした手当を入れた 教育公務員、教員職の人ですね、これが743万8000円、警察職の人たちは768万4000円、平均の年齢が約40歳という形で、こうした収入を得ています。ですので、なんと、地方公共団体、普通会計、歳出総額は全国都道府県と市区町村合わせて89兆円余りなどですが、この中で占めている人件費がなんと28%です。 そして今までの借金をした返済これが約15%合わせて43%というわけでありますからということは実際に事業に使えるのは57%でしかありません。もう一つ地方で 法人の方また企業の方が納めた税金これの中で人件費がどのくらいの割合かというとなんと驚く中で3分の2近い63であります <laughs> 皆さんは、えー、渡りというのはご存知ですか知ってるよ国家公務員の事務次官やったような人たちがいろんな。 独立行政法人とかいろんな企業とかですね特殊法人を渡り歩く渡り鳥でしょっておっしゃると思いますおっしゃる通りなんですところがなんと地方公務員の場合には現職の地方公務員としてですね60歳まで解雇も倒産とも無縁の間に内部で渡り鳥があるんですねどういうことかちょっとご説明をいたしましょう実はこちらまあ企用方編がありました えー、経済財政諮問会議今企業法編がありますが当時からあったわけでございましてですね、えー、不透明な方々がいろんな委員をやっておりましたがこの時財務大臣であった谷垣定和さんが出したこのペーパーの中でなんと地方公務員は全体の6割が課長補佐級以上であるという資料があります。一般ののの企業においいては係長以上人人たちがががわずかか15%ととう資産がありますからほとんどの人が 6割の人が課長補佐以上でも課長補佐の具体的には仕事をしていないんですねこの渡りというのはある年齢になると自動的に全員課長補佐級になってしまう肩書きとお給料だけは課長補佐と同等になるんだけれども実際の職務の責務というものや仕事量というものは昔と変わらないという形であります 普通は名ばかり管理職というのは日本マクドナルドという皆さんシンガーソングライターの谷村由美さんのですねご主人の原田栄子さんという方が日本マクドナルドの経営者になってから大変に過労をしてしまうような労災過労死であったりですねえまさに無給残業であったりですね残業代不払いが起きましたこの名ばかり管理職とは逆のバージョンまさに楽ちんをする名ばかり管理職が地方公務員における渡りです。 もう一つなんとお給料の調整額というのがありますこれは何か例えば警察官の方が交通事故の痛ましい亡骸を処置をすることこれには手当が特殊勤務手当が出ても と皆さんもお考えになるでしょうところがこの手当ではなく調整額というのは複雑で困難な仕事に対してつくと言っていますところが複雑で困難な仕事は例えば県立病院の薬剤師の人養護学校の教員の人には調整額がつきますましてやこの調整額は手当と違ってボーナスや退職金にも反映されるということなのでグリコの粒が2粒3粒4粒美味しくなってってしまうという話です 手前味噌に聞こえるかもしれませんが私は知事の時代に組合交渉を計70時間以上も自ら陣頭に立って行い先ほどの渡りを全廃をいたしましたそしてこの調整額と呼ばれるものも99区分あったのですがそのすべてを廃止をしてですねそそしてのの中の約40余りは どうしても困難な仕事であるならばそれはボーナスや退職金に反映されない手当にしましょうということを行いましたまた今までの特殊勤務手当というものも既得権になっていたものを全面的にゼロベースで見直すということをしましたところがこれを行ったのはなんと私が知事の時とそして片山芳弘さんが鳥取県知事であった時のこの2件にとどまっているんですねこうした中でもう一つのフリップを見せました。 実は平成18年になんと与党が賛成をして退職手当債退職金を満額払うための記載というものを認めるようになりました平成20年にはなんと全国の都道府県市区町村で6300億円も退職金のための借金をしてますこれを返すのはもちろん地域の方々です そしてこれから10年間約6000億円ずつ退職手当債を発行すると言っています今までにすでに3兆600億円の退職手当債が出てしまいましたこれから10年続けば合計10兆円という形になるわけでありますこうした大きな問題残念ながら他の与野党の方々はしがらみ慣れ合いがあるのでとりわけ他の野党の方々は地方公務員の問題を解決しようとしません 公務員叩きなのではなく、地域の人たちから信頼され、拍手をされるような仕事を行う、まさに究極のパブリックサーバントとしてのサービス業、こうした地方公務員の問題というものを、単なるネズミ取りのような形ではなく、抜本的に制度を変える必要がある、これがチーム日本プレゼンツ、私、田中康造の考え方と実践であります日本の借金は1000兆円を超え、今も増え続けています。 このままではあなたの子供や孫未来の子孫にまでこの借金を背負い込ませることになりますチーム日本と共に立ち上がりましょう日本最高の主役はあなたですあなたの一票で日本が変わる